ある力士の手元をご覧ください。砂を手がけないために真新しい手袋をしております。砂を左右に引っ張ってよりを戻しております。白縫い型は砂玉が2つあり、分流型よりも長さが必要となるため、砂の長さは約6メートル、砂の一番太いところで直径は15センチあり、重さも約14キログラムございます。化粧回しと砂で全部の重さが約22キログラムにもなります。砂の中には麻と銅線が入っており、砂に麻を入れるのは不老長寿と魔除けを意味しており、また砂が発色であるのは清浄潔白を表し、自分自身を清めると言われております。この綱でございますが、年3回東京橋館に綱打ちが行われ、一門力士総掛かりで稽古回しに紅白のねじれ鉢巻き、真っ白な手袋をはめ、にぎやかに掛け輪をかけながら力強く左から寄り合わせて作り上げます。横綱土俵入りには雲竜型と白縫い型があり、江戸時代末期の10代横綱雲竜と10時代横綱白縫いの土俵入りが美しかったことが由来と言われております。白縫い型の土俵入りは攻撃の型を表し、両腕を広げてせり上がります。ご覧ください。砂締めのポイントはここです。しっかり締めた砂を返します。これは横綱が四股を踏んだ時に砂が緩まないようにするためでございます。横綱春巻氏は初代横綱明石鹿之助から数えて70代目の横綱でございます。以上で株式会社丸大島の提供によります。